あなたはあなたが行くような海賊のトレーナーです。刑務所に行き逮捕されることはありません。ポケモンマスターになり刑務所に行きましょうと意味不明な日本語で警告をされてしまいます。はい、どうもおはたみたみちゃんです。ゲームの不正コピーを防止するための海賊版対策の画面を通称アンチパイラシースクリーンと言います。このアンチパイラシースクリーンはコピーガードやコピープロテクトとも呼ばれる本物の海賊版対策の画面もあるのですが、今回は捜索された海賊版対策の画面を見ていきます。本日は様々なゲームのアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。また動画内の英語等で書かれた文章は日本語に翻訳し読み上げているので、ある程度の世界観はつかみやすいかと思います。まずはマリオのパチモノゲームのアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。まずはマリオのパチモノゲームのアンチパイラシースクリーン。海外アニメのフリントストーンのテーマソングが流れています。パチモノマリオ、なんだか不気味ですね。それではスタートボタンを押してゲームを始めていきます。スタートボタンを押した瞬間、画面がフリーズ。そうか、君は僕のゲームを海賊版にしているんだね。僕のゲームを海賊版にしないでほしいんだ。海賊版のゲームをプレイすることは君が思っているよりもずっと悪いことなんだ。君は地獄行きだ。君がどこに住んでいるか知っているよ。こいつ自身もパチモノのくせに偉そうに説教をしてきやがります。そして、このゲームはセブングランドダットの違法コピーです。ゲームを取り出して破壊してください。違法違法違法。ということで、マリオのパチモノゲームのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはマリオパーティー2のアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。続いてはマリオパーティー2のアンチパイラシースクリーン。今回はどんなお話になるのでしょうか。それでは始まり始まり。キノピオの案内のもと幕が開けます。ある日、マリオと仲間たちは新しい世界を作りました。その名もマリオランド。しかし、その名前をよく思っていない者がおりました。と、ここでゲームに異常が発生し、画面がフリーズ。海賊行為はパーティーではありません。と、とんでもない顔のマリオとキノピオのエラー画面が出現してしまいます。電源を切るように促されますが、そのまま3秒待っていると。これはマリオパーティー2の違法コピーです。バーチャルコンソールでこのゲームの正規品をプレイしてください。ということで、マリオパーティー2のアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはスポンジボブのゲームのアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。続いてはゲームキューブ版スポンジボブのアンチパイラシースクリーン。スポンジボブとゲイリーがチュートリアルを行っています。この看板にはどうやら重要な情報やヒントが書かれているみたいです。OK、じゃあ R ボタンで看板を読んでみよう。それでは家の中を探索して看板を読んでいきましょう。それでは探索スタート。どうやら扉がロックされているみたいです。解除するには金のフライ返しが必要みたいですね。探索を続けていると突然ゲームに異常が発生し、画面がフリーズ。海賊版が検出されましたという文章とともに、血まみれのスポンジボブとイカルドがいます。君はもう逃げられないよ、犯罪者。君は報いを受けることになるんだ。パトリックやサンディまでもおかしなことになっています。お前を食っちまうぞ、犯罪者。そして犯罪者に罰が与えられます。これはスポンジボブの海賊版です。製品版を買うか刑務所に行き罰金を支払うかを選んでください。ということで、スポンジボブのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはソニックのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはソニック・ザ・ヘッジホッグのアンチパイラシースクリーン。早速プレイスタート。第1ステージ、グリーンヒルゾーンに挑戦。それではステージスタート。ソニックがリングを集めながらフィールドを駆け抜けていきます。ゲームをプレイしていると突然異常が発生し、画面がフリーズ。海賊行為はスピードではありません。ソニックは死んだ。どうやらソニックは海賊に対し絶望してしまったようです。ソニック・ザ・ヘッジホッグのハック版を使用しているようです。
著作権法上無許可で複製することはできません。そのまま電源を切らずに画面を見続けていると、ということでソニックのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはみんなのポケモン牧場のアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはみんなのポケモン牧場のアンチパイラシースクリーン、牧場内のポケモンたちと触れ合っていきましょう。ポケモンが増えたのでレベルが上がりました。預けられるポケモンが50匹に増えました。登録できるミーの数が増えました。お祝いにポケモンが来てくれたよ。牧場にやってきたのは電気鋼タイプのジバコイル。それではジバコイルと遊んでいきましょうと思った瞬間、ゲームに異常が発生してしまいます。こんにちは、また会えたね。あなたがこのゲームの海賊版を使用している場合、ポケモンを全て消去しなければなりません。海賊版のトレーナーは認められません。あなたのお家は知ってるから今から通報しようかな。 FBI に。そして電話のコールが鳴ります。FBI からの応答がないみたいだ。君は全てのゲームを海賊版にしようとしているよね。もう逃げられないよ。あなたはあなたが行くような海賊のトレーナーです。刑務所に行き逮捕されることはありません。ポケモンマスターになり刑務所に行きましょうと意味不明な日本語で警告をされてしまいます。ということで、みんなのポケモン牧場のアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。最後は星のカービィのアンチパイラシースクリーンを見て本日は終わりたいと思います。最後は星のカービィ夢の泉の物語のアンチパイラシースクリーン、レベル1ベジタブルバレーで遊んでいきますと思いきや、海賊版は犯罪ですとエラー画面が出現してしまいます。海賊版は犯罪です。違法にコピーされた海賊版のゲームをプレイすることは重大な犯罪です。今すぐ任天堂に報告してくださいと恐ろしい顔のカービィたちから警告をされてしまいます。しかしそのまま放置をしていると、ビデオゲームをコピーすることは重大な犯罪です。今すぐに海賊版を破棄しこの画面を終わらせてください。終わらせる方法、1、テレビのケーブルを抜く。2、テレビの電源を再起動。3、2つの方法がダメなら修理をする。この画面は永遠に流れます。ということで、今回はいろいろなゲームのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。今回は特に最後のエラー画面が怖かったのを集めてみましたが、楽しんでいただけましたか。今後もアンチパイラシースクリーン動画や海賊版ゲームレビューなどゲームの裏側動画を上げていきますので、興味のある方はぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おっさみ。